はじめまして。ポケットモンスタープラチナのバトルファクトリー RTA はじめます。まずはスピードランドってこの確認。押したかったのですが英語が読めないので諦めました。両手でにもニコニコにも動画上がってへんから多分登場ランジャロってことでレポートを書き終えたところから測定開始。2回目の目に刺激波後にタイマーストップとします。ファクトリーはポケモンを用意しなくていいので楽に体験できますが強いポケモンを一定して挑めないので攻略はフロンティア最難関と呼ばれてます。まずはレンタルポケモンのステータスを見ていきます。私が真っ先に確認するのはグラフィックと素早さ。素早さが高くまあまあの火力のポケモンを店頭にします。その次に攻撃か特性の高さと技を見比べて火力が高くフォームが広いエースを選びます。最後に受けのポケモン HP が高く防御特防に優れてるとよし。どうしても受けられない時は催眠術やイバルなどでなんとか勝ちにつなげられそうな技を持ったポケモンを選びます。今回は初手素早さと速攻の高いアンアンマ受けに破格の HP と真昼見を持ったのこっち。最後悩みましたが単純に素早さの高いパチリスを選びました。さて1戦目です相手の初手はサイホーン。こちらはヤンヤンマ。速攻で済みますね。すぐ交代しましょう。パチリスで突破は無理なのでのこっちである程度削って足の速い2人に任せることにしましょう。てか相手の初手わかってるんだからヤンヤンマ選んだのは無策じゃないかって。おっしゃる通り相手の初手サイホーンは完全に忘れ去っていました。しかしそれが私の戦法です。戦法を相手に合わせることはいたしません。相手の初手に合わせてポケモンを選ぶのではなく、自分が戦いやすいように速攻アタッカーを選びました。サイホーンで削っていきますがこれまさかトットできるんじゃなかろうか。尻尾を振ると怖い顔持ちで攻撃技ロックブラストしかしてきませんね。お、いけるか。さすが戦力、これだからフロンティアは。残りは負けないように潰していきましょう。周回区外で出てくるポケモンの強さがガラリと変わるのでお楽しみに。今回はパチリスアウトで再放免で。実況しながらポケモン勝負。同じ RTA 奏者かな。
ましょう。比較的種族値の高い闇カラスインで。3戦目、スタイル者と有利なのでヤンヤンまで突っ込んでいきましょう。
くぐっていた胸に投げ入れろファイヤー。終わったー。交代。いらないけど頑張ってやりましょう。使っていないコイルをアウトです。交換しましょうね。技を見ないでコイルを捨ててるのはもったいなかったかもしれない。さて6戦目、マッチさん、またレディアンかい。エアカッターに銀色の壁って技まで一緒ですね。100倍運ゲーな RTA 始まっよー。2週目、始めていきましょう。前回動画で BGM でかくてゆっくりが聞き取れないって言われたんで直したんですが、いかがでしょうか。
さて2週目です。ポケモンがガラリと変わって進化後とかも増えて強くなってますね。鬼ドリルいいですね。速くて攻撃強くてオクタン。技範囲広いのでエース級ポケモンですね。オムスターいるんかいうっぴょ。わら。エレブンがこの中では最速ですね。クロスチョップを覚えていればエースアタッカーに。で特殊回、ん技はいいけどコドラは鈍速なので NG 受けにしても優秀なんですが、初手鬼ドリル、エースオクタンで、次はオムスターにしてダブルエースにしようかな。いや技がゴミだな。素早さを取ってイレブンでこいつもろくな技ないな。ハイパイからのポケモン選択がファクトリー最大の楽しみで腕の見せ所でもあります。RTA ならなおさら。1戦目、ドナルドさんまた初手振りですね。電気技で死にそう言うてオクタンも出せないしエレブンも有効だないんで突っ込みましょう。割と楽に突破できましたね。相手のパーティ的に1周目のポケモンっぽいですね。こういうところも効果抜群だとメッセの分タイムロスになるのでいけるところは当倍で攻めた方がいいかもしれません。ただ記録狙い当倍攻めで何人ものお嬢側をされたのでおすすめしません。また闇カラスか。交換はどうしましょうか。エレブーオートで。んちょんちーも闇カラスもタイプ被るからなぁ。しょうがない。臭い派ないんで。めっさ悩んでましたね。2戦目、マリウリには突っ込みましょう。高速アタッカーのいいところは、不利な相手以外は有利、ってとこですね。日本語おかしいな、互角の相手には有利、ってことですかね。伝わるでしょうか。こだわり八つ当たりまっすぐ間とか、高威力一致技持った高速アタッカーはほとんどの相手に強い、みたいなことが言いたかったんだと思います。兜は無理せず交代で。草技覚えてるな、よしよし。デリバードは死に出してオクタンに勝ってもらいましょう。倒しちゃったぜ。次は臭い花カイコでマリルリを入れましょう。プープーさん金銀の時育ててました。ビブラーバが楽しみですね。ザ、2周目って感じの中途半端なポケモンで。おお、
デネコロロヤン、最終進化にして種族値383。猫騙し覚えてるのか優秀だな。急所にしても強すぎじゃありませんか。鬼ドリルを突破するポケモンが現れるとは。マリルリ、お前メインウェポン特殊が高い。マリルリ買い越え、ネコロロインで。エネコロロは鬼ドリルと役割かぶりますが、2周目での強さはマンダと海流みたいなもんだから、重複しても強けりゃよし。5戦目、また返さるかい。また再本会。2周目にもなりますとね、同じポケモンでも努力値ぶりが違ったり、技構成が違ったりするんですよ。こいつ1周目の再本じゃねえか、何も成長していない。ラブカッスメ混乱やめろ。メロメロもやめろ。ん、3匹とも弱かったですね。交代したくない。エネコロロは秘密の力タイプ1、メインウェポン持ちでゴーストタイプ以外にはダメージを与えられます。しかも騙し打ち持ちでゴーストタイプにも一方的有利ですね。タイマンでは岩や鋼以外負けないでしょうし、岩や鋼だったらオッタンで倒せるので今回最強の1匹でしょう。だが交代だ。使い心地がよくわからなかったので使い慣れた鬼ドリル残しで再本をインします。これで大幅に戦力ドーンですかね。まあ同じ役割のポケモン2匹もいらないからね、しょうがないね。次の相手ですが、ドードリオに爆風だとこれまでの相手と明らかに種族値が違いますね。2周目通り越して3周目クラスな気がする。安全策を取って再本に交代、トライアタックしてくるなよ。ハリーセン君、オフスオフスルアーボールが似合うポケモン NO1 ですね。水技で死にそうですが、穴を掘るで致命傷が与えられそうなので、このまま残り体力なら鬼ドリル先手で落とせますね。
バクーダは奥端子に出しでいきましょう。結構削れたので命中安定の凍える風で。次はパルチェンオッモ。ドードリオは被るので爆弾インで。ステータスチェックはやらないで進めてた RTA ですが、あまりにもパルチェンが辛いため爆弾の技チェックを行います。鬼火2度忘れ。お前量耐久が高い。しゃあない、奥端でいきましょう。 RTA 的には痛いですが、電磁は巻いて勝率を上げていきましょう。お前特殊が高い、わら。気合試して奥端砲で時間短縮を狙いましょう。結構削れますね、さすが特防神耐久。巻き菱って重ね掛けできるんですよね、最近知りました。メタングは相性有利ですね。どうせろくな技覚えてないだろお前。念力症キリン力はバトン型か、使いにくそう。ラスト、チリーンにマスキッパか。マスキッパは鬼ドリルで相手できるので、チリーンに強めのポケモンに交代しましょうか。ろくなのいないな。消去法でキリン力。鬼ドリルがやられると辛いですが、チリーンを倒しに行きましょう。シャドーボールやっべ、わら。明らかに相手の技が整ってきてますね。3周目のポケモンかな。威嚇も入ったし温存しときたいので鬼ドリル下げましょう。キリン力。よしよし、サイケ光線覚えてるな。残りは奥端で行きましょう。鬼ドリル氏に出しで勝てるべ、ここ風選択。草技飛んでこなかったですね。まさか最初の鬼ドリルと奥端で最後まで行くとは思ってませんでした。
今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。右枠を諦めた RTA ハッチマッツよ。前回はネギシさんをねじ切ったので今回は4周目。通算22戦目からです。この週から種族値500オーバーや、に進化ポケと一体はゆるメジャーポケモンが出てきます。そして相手の手持ちがほぼほぼわからなくなっています。さてお楽しみのハイパイは、トリトドン、キューコン、ラプラス、カメックス、ゲンガー、フライボンを確認。今回は高速アタッカーがキューコンにゲンガーと揃っていますね。カメックスとラプラスは優秀ですがタイプが被っちゃうので迷いどころ。トドンも水が入ってるし耐久型なのでちょっと悩み。フライボンは技も良さげで速さもまあまあですね。カメックスもラプラスも物理型かよ。この時点でキューコンゲンガーは決めているんですが、残り1匹をどうしようかな。キューコンゲンガーは優秀ですけど特殊アタッカーなので、ハピアレジアイスで済まないように考えて。トドンと悩んだ結果フェアーにしました。さすが4周目、いいメンツだ。ちなみにオープンクラス、レベル100、の4周目からは、サンダーやラティアス、レジギガスといった純伝説クラスが解禁されます。相手ももちろん使ってくるので個人的には100レベクラスの方が難しいです。それでは風光さん対戦よろしく。高校物理科地学やってた人は、風光の振り子、思い出しますよね。ユリゲラーさんに訴訟を起こされたユンゲラーくんも、ゲンガーなら楽々トットですね。風神になってから出直しておいで。トリパで活躍するメガバクーダくんこんばんは。この DP 時代は勝負どころやハードマウンテンで、レベル50超えのバクーダが簡単に手に入りましたね。あと松ぶささんのエースって感じがします。あ、バイバイ、フォーカス重火力両刀になって出直しておいで。いやーゲンガーさん強いわー、頼りになるわー。ラス1はトロピウスですね。居合斬り、フラッシュ、怪力、岩砕き、空を飛ぶ、甘い香り、タビパにおすすめの一匹ですね。トロピウスとカーローラが一番似合いそうなのになー。ゲンガーを倒したのでトロピウスは強い。そしてキューコンを広め、英語版がナインテイルズなの好き。クラマでもランシャマでもいろんな作品にキュービのキツネは出てますね。ポケ団救助隊でのキューコン神々しって好きでした。そっか、キューコンにゲンガーだと救助隊のメンツになるのか。2匹とも強かったですね。危なげなく突破。この時代のリプブレ使いは、ジュカイン、リーピア、エルレイドくらいですかね。フライゴン多分強いんだろうけど使い心地わからないから外します。消去法でバクーダで、他の2匹が弱いイメージなので、正直ゲンガー球根でもう負けないと思うんで、ラス1は適当でもいいですね。ポケモンレンジャーのダークさんよろしくね。ダークってすっごい名前してるね。お相手初手はリーピア、予想通りでしたね。毒ウェポンが意外と役に立ってるなぁ。ところでレンジャーの手持ちって、自分のパートナーポケモンなのかキャプチャしたポケモンなのか、作品によって役割が違うんですかね。お次はムクホーク、相手もいいポケモンが揃ってきましたね。ムクホかレントラーは DP やった人の7割はタビパに加えますよね。初代ならギャラドスやダグトリオ、金銀ならウパーや電流、ルビサファならラルトスかスバメあたり加えた人多いんじゃないですか。旅の初期に手に入る、に進化ポケって使いたくなりますよね。ミミロップかわいい、サーナイトの次にエロい。でも獣属性はないので僕は白ナさんで白白します。話変わるけど DP プルの女性ってみんな可愛いですよね。なんてことを話している間にゲンガーが見立てしてくれたぜ。女主人公がまず可愛くて、モミさんがお姉さん可愛くて、ナタネさんがお化け怖い可愛くて、スモモが空腹裸足可愛くて、スズナがワイシャツ半袖可愛くて、ミカンが鉄壁可愛くて、シロナさんが本当に可愛くて、マイちゃんがツンデレ可愛いんですよね。敵キャラも可愛いけど服がダサい、ミルは幼すぎてパス。ママも可愛いけど謹慎バツバツは無理、メリッサは君の手で切り裂いて。リュウケさんよろしくね、背中のギャラドス革ジャンちょっと欲しい。
ってことで DPP は女の子だけでこんな可愛いんですよ。最高かよ。あとあと、ミニスカートが歴代で一番可愛いと思います。このなんて言うんだろう。この時代の女子高生が出てる感じ。ルビサファのパラソルお姉さん、DP のミニスカート。そして BW の OL が三大激しいかはドットモブですね。皆さんはどのモブトレが好きですか？やっぱりビキニのお姉さんが好きです。エロいですよね。ボーダーやスキーも超可愛い。現実でも可愛い子多いですよね。あとはシリーズ通してお嬢様が好きです。可愛い。限定モブキャラもいいですよね。ミニスカ同じ DS 世代でも HGSS はちょっと昔の高校生っぽくて好き。あと大人のお姉さんはギャルよりかセクシー系が好きです。今見るとグラフィックすごい進化しましたよね。ドットエスキ。時代も初代が96年発売で DP は2004とか5とか6でしたよね。中古なくアテルよく耐えた声。だからその時代の女性、その時代の女の子を意識してるような絵が好きです。金銀はセクシーで、BW は萌え変わって感じます。XY からはドット絵がなくなって残念ですけどアイキャッチが入りましたね。振り袖の女の子が全員グラフィック違ったの唯一好き。皆さんはどの振り袖が好きですか？振り袖いいですよね。女の子は成人式以外にも着てほしいです。振り袖もいいけどあの和服着た時に頑張って髪の毛まとめるの好きなんですよ。女の子の話している間に終わりましたね。また髪の話してごめんよスキンヘッズ。波乗りを使うポケモンは特定無理やな。初代のテレイ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 って波乗りの BGM 好き。金銀のプールプルールートール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 ーってのも好き。ルビサファのテレレレレイってレイレイってレイも好き。ポケモンやカービィの BGM 大好き。グリーングリーンズ好き。関西弁の女の子も大好き。西の方言いいですよね。方言かわいい。アドリアナさんよろしくね。ボッタイシ、鋼あるかよく忘れる子。ボッタイシでナタネのロズレイドに挑むの辛いですよね。橋の下はるか。ジュプトルのスイトル。まあどの世代にもありますよね。GBA のたけしさんが人影に岩石封じしてきたり、霞のバブル光線に気をつけろ。あとはチコリータ選んだ時のハヤト、ツクシ、アカネ、松葉、みかん、柳、いぶき、いつき、きょう、かりん、わたる。しじまと芝以外全部フリアン。お、ラッキーさん出てきましたね。特殊が機能しないので物理で殴りましょう。先ほど苦戦してたハブネイク、ユケ、ネタ、起きた。ハブちゃんかっこいいな。アザミさんが使うのもわかるわ。僕は小学生の頃ルビーだったんで持ってなかったんですけどね。ラッキーって顔だけトリミングするとカービィみたいですよね。プリン、ピッピ、ラッキーの3コンビなんとなく好き。HP 減るの遅いよー。これ RTA なんですけど、小声。なんだこの女、セリフ怖い。虫のさざめき使え。コロトック、ストライク、ガーメール、メガヤンマあたりが思いつくね。英語版はウィスパーなんですよね。虫の、はどこ行った？頑張って喋ってきたんですけどネタ切れかけてきたので。ミーナーサーマーのために歴代波乗りの BGM 聞きましょうか。Thank you.
でしたね。最後の最後でゲンガー外すのか、何考えてるんだ。君はいつまで短パンなんだろうね。短パン小僧のたっくん、インフ見やがって、よろしくね。ブーバーンの射出口に指突っ込みたい。わからない。まっすぐマオスの穴を掘るがブーバーンに効果抜群。鹿の実は何の因果だろう。やけどしちったテヘペロ、役割終了ですね。まっすぐマ、やったな、オス。うへへー、もらい火発動。倒されないから積んどきま。敵やファンかよ。文字通りガンガン殴ってきやがって。悪巧み悪の波動くらえ。悪巧みした後、悪の波動すると、めっちゃ悪そうじゃないですか。さらに急所、オーバーキルすぎたね。急根の悪巧みって何考えてるんだろう。ガス管100本開けて手を洗おうと給湯器のスイッチ入れるとか、成人式の着物を持ち逃げするとか、島の仕事誰も手伝ってくれないから女子高生家に連れ込んで狼になるとか、女性の点数を下げて医学部の合格者を操作するとか、バトル中断中にトレーナーにダイレクトタックルするとか、時間いっぱいパス回してフェアプレイになるとか、日産のお金をこっそりもらいまくるとか、今年もまあまあ話題にこと書かなかったですね。スカ取り成功。さてお相手は、ラス1滅びわらわら、うめいわらわら。いやー対戦ありがとうございましただね。自分の声で倒れるとかじゃやんかな。音痴なチルタリスってのも可愛いですね。そういえばジャイアンシチューにセミの抜け殻入ってたね。はい、皆様どうぞ。ドラえもん、ジャイアンリサイタルのエコーのかかり具合。
死ね。これはすごい。よく思いつくわ。面白い。新しい人が出てきますね。さ。またね。年末年始しか更新しない RTA ハッチマッツよ。毎回編集ガバでごめんね。多分今回もなんかやらかしてると思うよ。さて3週目だね。ねじきくんの頭ねじきっていこうね。3週目にもなると相手の手持ちは戦闘のみしかわかりません。ヤドラン、ブーちゃん、マラシー、かわいそう、エビハラさん、秘伝マシン。この6匹ですね。素早さと技を確認。いつも通り高速アタッカーを初手に持ってきますが、今回はみんな鈍速ですね。ネオラントが最速とか舐めてんのか。迷った挙句エビワラーで妥協するみたいですね。ついでエースアタッカーのヤドラン、最後にブーちゃん。プレイしたの昔すぎてブーちゃん選んだ理由が思い出せないや。あ、ちなみにエビワラーの元ネタはボクシングのエビハラ選手なんですよ。知ってました。物理耐久に定評のあるGランス、スカイアッパーで一撃ですかね。硬いやん。でもまあ負けへんやろ。何外しとんねん。硬くなるに連打された時にさっさと交代するべきでしたね。やられにくい、特攻高い、罪技ある、でエースに選んだヤドランくん。3周目ともなると技も充実してきましたね。草が怖いのでブーちゃんに交代。あ、ヤドランに物理受けしてもらってブーちゃんに特殊受けしてもらう考えだったのかな。原始の力モンジャラは DP からモジャンボの進化条件になりましたね。進化条件意味わかんないやつ増えすぎでしょ。何よ DS をひっくり返すって。なんでブーちゃん負けてんの。能力アップ引かれまくってますが、エビ超ならなんとかなるっしょ。謎選択、メガドレインに合わせてのメガトンパンチかな。スイカアッパーをなぜ打たなかったのか。おアップね。ギリギリチョプでしたね。ギリギリ、ガーケイの上を行くように。最後がカブトプスでよかった。お前シーラカンスとタイプ被ってんだよ。エビさん決定力なさすぎじゃね。安定のヨードラン。ここで死んでもおかしくなかったね。15連チャンくらい頑張って。次の先発リザードらしいんで、もうあいつで決まりですね。ここエビ抜きカブトイリスパゲッティじゃないのか、困惑。お相手は総合さん。
なんでリザードに先手取られるのか。ほん。ふっと決定力ないなこいつ、やる気あるのか。モルフォンで書くね。無理せず岩タイプに交代で、ドレイン来たら死ぬな。カクトプス3技が貧弱すぎやしませんでしたかねー。何しに出てきたんや。また能力アップ引かれましたね。挑戦ここまでかな。頼みのヤドラン、耐えてサイキネ当ててくれ。ちょっと押し間違いにしても意味がわからないですね。17戦目って言ってもこの前に200戦くらいして7は愛してるんで謎の行動が増えてきてます。なんとか突破。次が17戦目ですね。もう数も数えられなくなったみたいね。エビも捨てたいんだけど技が貧弱な数として。強かったモルフォン入れます。銀色の風の追加効果は NPC じゃなきゃ発動しないだろうな。マダムのカルメンさんよろしくね。フシエビワラさんマジ活躍しないっすね。ここで初めて技を4つ見るんだけど、さっきの試合でサイケ光線撃たれたのよく覚えてましたね。編集してても気づかなかったぞ。草は虫毒のモルフォンに 1.4 しか効かないので耐久もバッチリ相性いいですね。ゴルバチョフはヤドランでお相手しましょうか。突っ込むのか。飛行技来てたら死んでたんじゃないだろうか。ろうそく。いやー、よく眠らせてくれたわ。これで勝てるね。は。は小持ち死者もですね。どうあがいてもヤドランで勝ちでしょう。いやほんと頼りになるわま、ええわ。次の先発は土器の歯車ですね。やっと伊勢エビを捨てられて満足。僕エビアレルギーなんですよね。
ンちゃん、コナミ人かな。先発の相性は最高ですね。毒も飛行も抜群取れて、耐性は4分の1。じゃあな、色違いセレディーによろしく。この流れでベイリーフスか、かわいい、かわいい、かわいい。ベイリーフが倒れる時の声好き。昔ハリーセンのことハリセンだと思ってたんですよね。格の卓造やねえよ。ゴルバットさん立て。どれもいらないけど、まあ10トルにしておきましょうか。タチアーナさんよろしくね。ろくな技なかったな。高耐久アタッカー好き。ムーマの鳴き声も好き。エースがやられちゃいましたね。多分焦ってます。眠りはこういうとき強いですよね。時間かかるけど確実に勝てます。うわあ、よく耐えた、えらい。混乱解除のため交代、モルは先手取れるので眠り粉にワンチャンかけます。おーおー、ジュプトルえらい、強いやん。やったー、マジ辛かった。ここまで苦戦したのは、手持ちのポケモンが3周目にしては弱めだった気がします。次の相手はオムスター。さっきの試合から種族値が跳ね上がってますね。7戦目を見据えてジュプトルアウト。ムーマインで。ファクトリーは強い相手を倒せばそれが今度自分の手持ちになるんで、そういうところが楽しいですね。ベータくんよろしくね。
やはりムーマは技が揃ってましたね。このオムスターや、さっきのキングラーも強かったと予想してます。さっきからピンポイントで弱点木の実に刺さりすぎじゃないですか。さすがムーマ。ここに来てマグマラシとか舐めてんのか。マグマラシは金銀の相棒だったんで大好きなんですけど、いかんせんイライラ溜まって口悪くなってますね。ファクトリー RTA なんてストレスの塊だもんね。さて次戦は例の分析クソ野郎です。ここが最終戦なんで、初手ドンファンには注目しておきましょう。種族地やドンフヤンの観点からオムライススパゲッチで、ドンファンにはゴマプリンってニックネームつけてました。ゴマ像だから。ここのパーセントは勝率っぽいんですよね。よくわからんけど。そしてお前は俺の手持ち全部把握してるんかい。ペアじゃないよね。冬有利、かつ、特殊有利、なんで攻めましょう。ここシャドボの方が威力高くない？第4世代だよ。エスパー短期、対面有利。さすがに相手もいい技持ってますね。ここに来てやっとオムスターの能力と技確認。で、安定の宿ランですよ。もジャンボ。うちどっちも水タイプなんですけど。あくびで眠ら、先手取られてるやん。あれ？ミスってこれ負けたテイクの動画を編集してたっけ？先生レイビー、いっけー。やったぜ。これさ、まだ半分もいってないんだよね。またね。親の顔を見た RTA ハッチマップよ。今年も無事実家まで里帰りできました。厄年でしたが、京都旅行中に伏見稲荷駅京都駅構内で、財布を盗まれ駅から出られず関東まで帰れず人生積みかけた。くらいで済んでよかったですかね。せめて免許と学生紹介でや中国人目。5周目は相手のパーティのタイプを教えてくれたりくれなかったりします。さて敗退確認。タクリアスがいますね。遅くない？物理型だね。ポレトス、モジャンボ、オリニ、エンベルト、リガロン。おかし白いサーブ、晴れただけで水にも強いですね。エンベは前提ですね。共同
メガネボリに技がいい。それはリバと同じ日本の相方。それと座ってのおじぎ白く見えて面白い方だったね。早めのアタッカーであるタク戦闘。次に日本までソラリとハードオバヒーを持つリガードン。鋼の耐性を見たいエンペと技の決定力のボリにて悩んでますかね。さっきまでの決断の速さはどこ行ったのか。ここはポリミですわ。もたもたしやがって。皆さんも旅行とか初詣には気をつけてね。昔と違って今は京都駅内、日本語の会話の方が少なかったよ。もちろん国民全員が悪だとは言わんけど、実体験の7割くらいだね。シャープ伝説の短パン小僧とは、マックン対戦よろしくね。さすが5周目、相手も簡単に600族を出してきますね。ガブなら先手取れるでしょう。ドラディで締め。何リアルタスキされてんの、やる気あるの。ここで気合のタスキがいきますね。ファクトリーのルールとして、ポケモンの種類や持ち物は自分はもちろん対戦相手も重複しても持たないようになっています。つまり自分のポケモンがタスキやスカーフを持っていると、相手の持ち物にタスキやスカーフが選ばれることはないのです。このため一部のカウンターヘルガーやタスキマニュは相手が使うことは絶対になくなるので、楽にゲームを進められます。同じルールでポケモンをレンタルするという点はここも面白く、相手に使われたくないポケモンやアイテムを選んでおくという、そういうテクニックも存在します。フロンティアクオリティで怖いのは、先生の爪一撃必殺、タスキカウンター、タスキミラコ、当たらない光の粉、無限気合の鉢巻きあたりですかね。背後で夢食いされてガブリアス終了、3盾くらいしてよと。まあそういうフロンティアクオリティアイテムは自分が選んでしまうことで相手のデッキから除外できるので、頭の片隅に入れておくと便利です。ここをバヒの効果と白いハーブのメッセージでリガバ。またポケモンのタイプにはこだわらないそうです。実は3周目よりも4周目の方が時間短いの気づきましたか。普通は相手も強くなるので対戦時間かかるんですが、こちらも手持ちが強いので結局安定して勝てるようになります。なので解説することも少なくなってくるんですよね。なのでバーをつなぐために、動画に書いてもらったコメントを返信したいと思います。コメント書いてくれた人大好きです。ありがとうございます。国評でも5、6でもいいのでお待ちしてますよん。右枠をついに諦めた。横置きとか影入りとかが不評だったもんで、フライボンがいいと思う。ふや、ムーミンの4コマ漫画大好き。またレンタルされるといいね。袖かチラチラネットワーク。タイマーの録画は画面キャプチャしてたんだけど、がっつり映り込んでたね。なたねさんすこ、すずめすこ。わかる。あれ、誰か一人飛んだよね、四天王の菊野は。お盆に田舎に帰った時の、おばあちゃんちカフェ、とか需要ありそう。ありそうじゃない？DP の女の子は可愛いという話で、こんな時のための右枠なんだよな。せやな、駆動。HGSS か XY のミニスカで迷う。わかる、いい足してるよね。イギリスのハイスクールガール的な。DP お嬢様最高やで。わかりに、でもダイパでお嬢様って聞くとポケスペが出てきます。プラチナ、ベルリッツお嬢、しばしご拝見。こんな表情も見せてたんですね。野茂瀬ジムでインペとフローゼルが戦うやつめちゃエロかった記憶。濡れたお嬢の画像どっかにないかな。SM 観光客かな。SM が趣味の観光客って意味に聞こえた。かわいいよね、わかる。腹パン属性持ってるよあの子。EW のミニスカ。かわいいよね、わかる。
エリトレの尻がたまらん。エロいよね、わかる。スキーヤーちゃんかわ。かわいいよね、わかる。安定のオカルトマニアちゃんですね。海外でも、もうこっち、って言われてたのくさ。ま、XY のモグトレ1はエリトレなんですけどね。君の愛に応えて再登場、さっき見た。左上のワンパクカンスコ、黒ですね。左上、右下、左下。右上は、こいつさっきから可愛いか好きしか言ってねえな。可愛いの好きなんやからええやろ。広島博多筑前あたりの言葉っていつも喧嘩してるように聞こえてちょっと怖い。怖くない？女の子が〇〇やったけんね、とかバツバツじゃけい言うたやないの、とか言うの可愛い。可愛くない？おっさんはアウトレイジ感出て怖い系の、ガチンコファイトクラブ的な。スコリータマジ不遇すぎて泣ける。ほとんどじゃないか。いい加減にしろ。多すぎはロタ。芝さんのイワークがスコリータが一番輝く瞬間なんだよな。関東行ってからが本番だし。震え声。うちのお姉ちゃん、当時10歳、はメガニウム捨ててウソッキーを100レベにしてました。トリック連打で草。一人だけちゃんとゲーム画面に出て草。ありがとう。これは晩秋の女ですね。間違いない。口の悪い女性は苦手。なかなかいい感じのトークでした。ありがとうございます。精進します。さてそろそろゲーム画面に戻りましょうか。RTA とは、電流可愛いですよね。旅パ御用達です。コロコロか小学1年生とかの雑誌のポケモン付録漫画で、風邪をひいた電流にデリバードが栄養満点の卵を届ける漫画が好きでした。まあ届ける途中で割れちゃってその場で目玉焼きにしちゃうんですけど、サニーサイドエッグって名前考えた人大好き。やっとヒントが出ましたね。地面タイプを得意としてるそうで、得意って言ってたら、2体は地面タイプが確定します。力のハチマキ高速アタッカーエテボースとか貴重なんやけど、他2体は600族なのでしょうがないかな。でも弱点かぶるんで回遊アウトで、耐久に安定感のあるシャワーズをもらいましょう。100レベクラスだったらシャワーズの最大 HP は400超えますね。あたし売れっ子だからさ、スケジュールはいつもぎっちり。困ったゲームか。あとテストの時と仕事が重なるとやっぱりちょっと大変。変わる変わる。私は体調管理に気を配ってます。レギュラー4本に加えて。手の思い出した。スターティングは WCS の群馬県代表が使ってましたね。ご当地キャラ的なの入れる人大好き。伝説を一切使わなかった草の人や、沖縄ぶりも大好き。ナマズンといえば、山本のナマズンですかね。ポケさん時代に対戦でギガインパクトと地震で、小学生のディアルがパルキア倒したんですよね。あとはポケ団の物知りおじいさんのイメージかな。進化とは関係ないけど王者の印が似合いそうですよね。マジか、突破されてしもうた。さすがナマズンさんやでー。水技が一方的に通る安定のシャワーズで行きましょう。ドロポンぶっぱ、ドドドドド。バトレボのハイポン技エフェクト好きです。ラストラブラージ、タイプナマズ止まるかブリアンケ。ロックマンエグゼ3のデルタレイエッジと、りょうくんのラブラージ交換したの思い出すわ。皆さん小学生時代の思い出のソフトとかありますか？マネージャー、もう一度、勝負する時間ない？このアイドルめっちゃ可愛いやん。さてさてトークも疲れてきたので、私のために、波乗り歴代 BGM の DP、BW、XY をお聞きしましょうか。
解説言うても4周目ゲンガーや5周目ガブみたいな。強力なレンタルポケが入ると楽勝になっちゃうからね。ごめんね。でしたね。カイロスね、子供の頃近所の姉ちゃんが使っててそれが強くて、破壊光線とか地獄車とか使ってきてめちゃかっこよかったんよ。金銀で時はの対戦所に登録して、目標にしてましたわ。5歳くらいの時だったかなぁ、未だ覚えてますね。皆さんポケモンに初めて出会ったのはいつですか？僕は物心ついた時からなんで2歳くらいですかね。3歳の時のタンプレに、トイザラスで青版買ってもらったの覚えてます。厄年やさっきの下りで大体の年齢わかりそうなもんですが。さてさて7戦目、この週もラストです。正直誰を外して誰を交換してもそれなりに戦えるメンツですね。素早いけど樹海はさよならバイバイしましょうか。でもって誰を迎えようかしら。やっぱ思い出のカイロスさんかな。RTA とは？ガブやエテボのおかげで本周回は本当に楽に勝てました。さて最終戦張り切って参りましょう。行くぞー、でって。ててどん、かーん。キングドラ、大好き。タイプも見た目も強さも大好きです。DP 最初の全国大会でアメパの人が使ってましたね。レベル1ドーブルトリパが初めて公式大会に出たのもあの決勝でした。あとはイブキさんのエースってイメージですかね。カービィキター、特防の鬼もガブの前ではヤギ同然、嵐の夜に、の狼の名前はガブでしたっけ？思い出したかのようにこめ返し。悪い球根、球根が狼になるのか。悪い球根ってポケスペかがりの手持ちみたいですね。社会派ミキ、サッカーを他と同列にするのやめろ。17年は悪事多かったね。サッカーはネットで炎上してたからね。ごめんね。セミの抜け殻は、セミ体、全体。
と言って解熱やかゆみ止めに使われる漢方薬になるよ。はい、勉強になったわ。フエンタウンで漢方売ってるおばあさんかな。さてねじきくんに使われて死にかけたモジャンボでしたが、もう負ける気がしませんね。もう何も怖くない？大丈夫大丈夫。虫はザールワス、お願いカイロス。よく耐えた、えらい。おいお相手の AI よ。最後なんかなーですが5周目も無事勝てましたね。次回も喋ることなくなったらコメ返し、何か質問や意見等ありましたらおっしゃってくださいな。それが動画を作る活力になるやもしれません。またねー。